ヤッホー、サオリです。ドラクエ10やっていきます。さて、やってきました、バレンタインイベント。うー、ハッピーバレンタイン、はい、言いたいと思います。はいミローレさん、ハッピーバレンタインの言葉を口にしたということは、もしや例のイベントに参加したいということでよろしいでしょうか。はい、そうです。はい、ファルパパシン、はい、第12回アストルティアクイーンコンテスト、はい、前年度のコンテストを勝ち抜いた上位3名ファルパパシンによる特別推薦枠1名、あ、1名なんや。あ、ほんで予選を勝ち抜いた上位4名、おう、ファルパパシン推薦枠1名あって、あれ全部で7人、え、ちょっとなんか少なくない、今年、計算間違えてる私。あ、でも予選から4人上がってくるのは嬉しいですね。はい、さてさて、今年もあの美味しそうな城に、はい、やってきました。あ、コンテストでの投票がクエストをクリアしなくても可能になりました。それは助かります。はいはいはい、 OK。 じゃあ早速もう投票できちゃうっていうことなんでしょうかね。はい、さっさとじゃあ参りますか。え、でもクエストミローレさん、クエストのなんか色ついてるけど、どうしたらいいんやろう。え、これ受けなくていいのか、困ったことになりました。脅迫状が届いたのですよって、それ気になるやん。俺様の名はメレンゲ、はい、魔女シュガーが来るらしい。あ、クイーンコンテストを中止しろ、3本なきゃバレンタインに血の雨が降ることになるぜ。これはなかなか、はいはいはい、メレンゲという名に心当たりがある魔女シュガーさん。魔女シュガーさんって誰やったっけ。ゲストが魔女シュガーさんでメレンゲが脅してきてる、よくわかんないけど、とりあえずこれ受けとくか。でもこれクリアしなくてもいいらしいけど、え、これ受けちゃったらクリアしないといけないのかな。ちょっと待ってよくわからんねんけど、魔女シュガーさんもおるらしいけど、受けちゃった。はい、会場案内係、パリネさん、この方は初めましてって言ってるよ。はいはいはい、よろしくお願いします。はい、開催したいですね。はい、上位3名と1名と予選、ちょっと待って、3名1名、予選勝ち抜いた上位4名、計算私さっき間違ってた、8名やね。はい、合ってる合ってる、そっかそっか。ハルパパシンはクイーンとなった女性は今回も、はい、冒険者の広場の顔になるだろうとのことです。あ、この城の中に入られましたら、あ、もう早速8人出てくる、そうなんや。え、もうさっきやっちゃおっか、クエスト後でクリアする、クエストクリアすることの意味はあんのかな、え、分からんけど、とりあえずじゃあさっきムービー見ましょう。ドキドキワクワク、ドキドキ、え、急に始まっちゃう感じ、そっか、いいやんいいやん、ドキドキ、ほんまに、ちょ待って、急にドキドキしてきた。ただいまより第12回アストルティアクイーンコンテストに参加する麗しき美女たちを紹介します。お願いします。前大会で好成績を収め、見事出場権を獲得した3名に加え、ファルパパシンによる特別推薦枠1名と総勢48人の予選を勝ち抜いた上位4名、合わせて8名の美女による戦いです。まあ、予選4名って嬉しいよね。ファルパパシンはその1名にかけてる感じ。まずは前大会の覇者が堂々の登場だ。はいはいはい、あ、クイーンの座を射止めるというその悲願、不屈の精神を持ってついにやり遂げました。うん、嬉しかったよ。曇りなき眼差しは常に未来を見つめ続ける、時をかける王女メレアーって、お上品。私がクイーンになれたことでエテーネ王国のこともこれまで以上に知ってもらえたって感じているの。でもまだまだよ、未来のためにもっと頑張らなきゃ。だから2連覇バッキュン、ああバッキュン狙っちゃうわよ。打ち抜かれそうやわ。続きましてはこの方です。常連さん、前回2位という栄誉を授かり、はい、あ、そうバレリアか。2位が栄誉とは笑わせてくれる。
失礼しました。前回のことは置いておきまして、魔界最強の魔王様のご登場です。死を運ぶ氷の魔女、ファレリア。死を運ぶ氷の魔女、怖い。頂点に立たなければ意味がない。かっこいい。それにふさわしいものが誰なのか今一度貴様たちに知らしめねばならんようだな。続いては前回3位の座を射止めましたこの方の登場です。3位誰やったっけ。勇者である彼女は決してくじけない。勇者か。勝利を目指して今日もまた戦い続ける純潔のバトルプリンセス、勇者姫アンルシア。アンちゃん、登場シーンがこれ城の中でしょ。城の中で二人して相場に乗ってくるっていう。またこうしてみんなに会える日をずっと楽しみに待っていたの、はい、こちらこそです。長く続いているこの戦い、今でもこうして上位に残れているのはみんなの応援のおかげだから。もうアンルシアがいないと始まらないからね、本当に。もう一度この手にクイーンの座を取り戻すまで私は諦めず挑み続けるわ。クイーン、そうやんな、当分空いてるんやんな、取ってほしいな。続きましてはバルパパチンによる特別推薦枠から1名をご紹介したいのですが、今年は1人だけなんですね、推薦枠。ついにこのクイーンコンテストに神様までが参加される運びとなりました。このミローレ無料でございます。どうしたミローレ、あんまり顔色を変えないでおなじみのミローレが。7人の種族神、その一柱にしてエルフたちを司る風の神なのだわ、エルドラ神。ミローレのテンションがおかしいんやけど大丈夫。こちらこそ呼んでいただき感謝するのだわ。神なる身でこのような催しに参加できるなんて思ってもみませんでした。これは嬉しいですね。かわいい。私が見事クイーンの座を射止めれば母様や兄様に喜んでいただけるはず。この勝負負けられないのだわ。神様参戦。さあエルフの民よ、愛しき眷属たちよ、我が声に応え目覚めなさい。今こそ風の神エルドナに清き一票を。うんうんうん、これは人気でそうですね。ここからは激しい予選を勝ち抜いた4名の方をご紹介いたします。第4位に食い込んだのはこのギャルだ。ギャル超バズってるカフェでトリマー、私とギャルトークしてみない。ウェイ系スウィートギャルピカオ、ピコちゃん、ウェイ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 、かわいい。ウェイケンちゃん、みんなバイブスぶち上がってる。うん、上がってる上がってる。ショコラフォンデュージョってキラッキラでデコデコでマジキャワタン、キャワタン。こんな後ろのクイーンになれたら超最高だよね。やべ、どうしよう、応援したくなる。よーし、みんなの一票で私を天の彼方までバズらせちゃって、一緒にてっぺん取ろうぜ。ウェイウェイ。続いて予選を第3位で突破したこちらの方にご登場いただきましょう。はい、予選3位。はい、クイーンコンテストの舞台に再び天使が舞い降りる。天翼の先天者ユーライザー。ゆうちゃん3位で突破。あ、そう。あ、来た来た、天使来た。文字通り天使来た。やばい、あ、やばいやばい、登場みんな登場シーン来るなこれすごいな、舞い降りた天使。ゆうちゃん、あら、かわいい。今一度この舞台に立てたことを大変光栄に思っています。皆さんには感謝の言葉もありません。おー、バージョン6からいっぱい。前回の参加では不甲斐ない結果をお見せしてしまいましたが、どうだったんでしたっけ。少しでも上位に近づけるよう頑張ります。まだ出て間もない頃とかやったっけ。ゆうちゃん、皆さんに喜んでもらえるチョコを作るため
フェディールとの特訓も受けてきたんですよ。どうかよろしくお願いします。フェディーラが特訓したならば絶対美味しいチョコできてるやんこれ。はい、ゆうちゃん参戦。続きましては予選を2位で突破、神様も、そして驚異の連続出場数10回を超えて11回目に突入したこの方だ。我が推しのあの方、これまでも、はい、これからも永遠にあなたを癒し続けたい。癒されたくてきてる。アラハギ色の青き導き手セラフィー。もうセラフィーちゃんにホイ見かけられたくて来てるようなもん。そっか、もうそんなにこのコンテストに出させてもらってるんだね。この登場めっちゃ可愛ない、めっちゃ可愛いねんけど今の登場の仕方。全部みんなのおかげだよ。これからもよろしくの意味も込めて今年も行っちゃうね。かけてくれる今年も。とびっきりのホイミ。あー聞くわー、癒されたー、やばい。第12回アストルティアクイーンコンテスト、はい、出場者紹介もいよいよ大取り。なんだ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 、この服装は、クイーンコンテストの会場はここで合ってるのかな。初めて来たからよくわからなくて。やばい、ちょっとジーンとくるわこれ、やばいな。でもゆうちゃんと同じ場所に。あれ、なんだか段取りを無視してしまったみたいだね。ごめんごめん。ね、大丈夫やね。レクタが来た。では改めましてご紹介いたします。はい。人を愛し人と生きることを選んだ、光と共に神話の時代より現れいでし、悠久なる天使長レクタリス。ちょ、この音楽泣かせにかかってるでしょ、うん、ちょっとあゆーちゃんもちょっと感じるところあり。天使がまた舞い降りてくる。僕が天使長レクタリス。何の因果かわからないけれどこのコンテストに出場することになったよ。こんなに楽しそうなイベントを開ける未来がやってくるんだと思うと感動しちゃうな。みんな僕と一緒にとことん楽しもうね。あーもうあかんで、感動させられるのはこっちやから。ゆうちゃんが、レクタが。以上、8名の美女たちがクイーンの座をかけてコンテストを争います。ちょっと待ってくださいよ、もう。栄光の座に輝くのは果たして誰なのか、それを決めるのはあなたなのです。まさかバレンタインイベントで泣く日が来るとは思ってなかったです、私。あ、そう、そうですか、そうやんな。空出るわな。今回もえりすぐりの美女が揃いました。お気に入りの美女は見つかりましたか？うん、みんな好きやねんけどどうしたらいい？クイーンにふさわしいと思う美女が決まったら、あなたの持つ票を投じてあげてください。はい。なお、投票につきましては集計係モカのところで行っていただくことになっています。票を投じましたら会場案内係のファリネよりお話がありますのでお立ち寄りください。像がもらえるんですね。よろしくお願いしますね。はい。あ、レクタがアストルティアに。ここアストルティアなんかどうかわからんけど、あーやばい、なんてことでしょう。いやー、あーちょっと待って、ちょっと一直線に来てしまった。君たちから票をたくさんもらえた人がクイーンになれるお祭りなんだってね。なんだかワクワクしてきたよ。君は誰に票をあげるかもう決めたのかな？よかったら僕を応援してみない？悪いようにはしないからね。まあまあそうやんな、予選勝ち抜くよな。超魅力的なキャラやったからな。あーやばい、今年も大波乱ですよこれ。やっぱり私と言ったらホイミだよね。無理してベホイミを使ったりしないで、できることを精一杯やることにしたの。
これからも怒涛の褒美でみんなを癒しちゃうから、よかったらあなたも私に投票してね。はい、とりあえず話しかけてくか。これ以上クイーンの座に他人が座っているのは我慢がならぬ。今度こそこの手に取り戻してやろう。それには貴様の手も借りる必要がある。どうすればよいかは言わずともわかるな。脅されましたけど。あー、もうみんな可愛い、どうしよう。エテーネ王国の人たちに教えてもらったかっこいい決めポーズを試してみたけれど、気に入ってもらえたかしら。バキューン。もちろんそれだけじゃないわよ。お礼のチョコだってたくさん練習して美味しいものを作ってきたんだから。メレアテちゃんのチョコは絶対美味しいでしょう。アンルシア、前回は3位に甘んじたけれど、もう一度クイーンの座につくべく修行を重ねてきたわ。今こそその結果を見せるとき。でも私一人では成し遂げられない。あなたにも応援をお願いするわ。またなんかちょっと的外れな修行してきたんやろうな。そういうとこも好きやけど。ピコちゃん、バレンタインってハッピーでスイートでまさにギャルにぴったりのイベントだと思わん？思う思う。そんなイベントのてっぺん取るのはマチスイートギャルことこのあたしっしょ。バズな一票よろぷくね。うえい、よろぷくやて、かわいい。うえい、わ、どうしよう、困った困った。エルドナシェ、よく来たのだわ。アストルティアの子よ、この私に投票していただけるのかしら。クイーンになって母様と兄様に喜んでいただくためにも私は負けるわけにはいきませんの。いやわ、ちょっと待って、もう魅力が溢れてるよこの会場。もう一度この舞台に立てるとは思っていなかったので嬉しいです。今回こそは上位を狙ってみたいと思います。それにはあなたの票が必要なんです。チョコ作りの特訓の成果もお見せしたいので、どうかご協力をお願いします。こんなんユーライザとさ、レクタリスで票が割れちゃうよね。どうすんの。ちょっと待ってくださいよ。これで全員話しかけたよね。困ったな。10票やから全員に入れることも可能なんですけど、どうしよっかな。チョコねえ、みんなからチョコもらう。どうしよう。そしたらあと2票余るんですけど、でもなんかチョコをなんか渡せなかったバージョン、なんかあなたに渡したかったのにみたいな、そういうバージョンのセリフも聞きたくもあるから、いやー困りますねこれは。まあでも我が推し、セラフィーと、アンルシアにはちょっと多めに入れたいと思うんですけど、こっからどうする、どうしますか。多めに入れたいですねやっぱりね。いやでもさ、残り2票いやー、やれたかな。もうあのストーリーむちゃくちゃ感動したし、レクタ自体のキャラも好きやからな。でもピコちゃんとかにも入れたいんですけど、困りましたねこれ。票が足りません。あ、票は足るんですけど別にね、全員に入れるから。いやでもなんかどんなチョコ作ってきたかっていうのがやっぱり気になるから、ちょっとみんなに入れてもいい？みんなに入れますか。ちょっとそうしよっかなと思います。はい、ちょっとどんなチョコ、全員にチョコもらってもいい、ちょっと欲張ってもいい、欲張りすしてもいい、いいですか。じゃあまあまあ、私はやっぱりセラフィーはやっぱり飛び抜けて好きやし、アンルシアもねやっぱりね、一線を超えてる、私のなんかなんて言うんですか、私の好きランキングの中でこの2人はちょっと群を抜いてるので、この2人は2票を入れさせていただくことにして、今年もね。はい、もうあとはみんな、おちゃん、レクタリス、エルドナシンあたりにはちょっともうちょっと入れたいですけどね。いやバージョン6からやっぱりいっぱい出てくれるとやっぱり嬉しいですね、なんだかんだね。じゃあこれでいきたいと思います。はい、ちょっともう魅力が溢れまくってるのよ。こんなん全員に入れちゃうに決まってるじゃないですか。もうどうしよう。ゾウとかどうしたらいい。あ、すいません、ゾウ、また、でもサブとかもいるから、サブで全員もらいきれる、じゃあもらいきれるから、はい、じゃあ話しかけていきたいと思います。チョコもらえますねこっからはね。私に投票してくれて嬉しいな。もしかして2度目のクイーンになれちゃったりするかも。あなたにはお礼のチョコをプレゼント。今回は砂漠の秘宝と呼ばれるシャイニーメロンを材料に使ってみたんだ。
そんな貴重なものをありがとうございます。綺麗な緑色にコーティングされたボール型のチョコを受け取り、その場でかじりついた。爽やかな甘さが癒しを与えてくれる。みずみずしいメロンの果汁がふんだんに使われているようだ。よし、この調子で2度目のクイいただいちゃうぞ。えいえい、おー、かわいい。おほっぺだがもうゆるむゆるむ。あ、レクターどんなチョコを。僕に投票してくれたの？嬉しいよ。君の思いを無駄にはしない。必ずクイーンにならなくちゃね。あ、そうそう、票を入れてくれた人にはチョコを渡すのが決まりなんだって。正直自信はないんだけど食べてみて。はい。泥の塊のようないびつなものを受け取り、恐る恐るかじりついた。柔らかい食感でちょっと歯にくっつくが、味はちゃんとしたチョコのものだ。サオリはペロリと平らげた。チョコってこういうのでよかったのかな。初めて尽くしでわからないことだらけだけど、胸がドキドキして楽しいよ。そうやんな、チョコが何たるかも分かってないよな。そりゃそうや。しかも天使ってね、食事の必要がないんでしたっけ。そんな中よく作ってくれましたね。でも味はちゃんとチョコやったらしい。泥歯にくっつく、ちょっと気になりますけど、あ、メリアではもう安定の美味しさのチョコをもらえそうな気がします。投票してくれてありがとう。あなたの票があれば私の2連覇も夢じゃないかもしれないわ。お礼のチョコを受け取ってね。今回はエテーネ王国のシンボルである永久時間の形に挑戦してみたの。もうアートアート。はい、ひょうたんのような形をしたチョコを受け取り、その場でかじりついた。ちょっとほろ苦いが美味しいチョコだ。サオリの頭の中になぜか遠い昔の出来事が浮かんでは消えていた。もう泣かしにかかってくるテキストでさえ。永久時間型のチョコどうだったかしら。作ってる時昔のことを思い出したりして、なんだか懐かしい気持ちになったのよね。メレアではバージョン7のストーリーでもなんか活躍するというね噂があるので楽しみにしております。ありがとうございます。ヴァレリア様、貴様の票は受け取った。褒美に再び私が玉座に座る姿を見せてやろう。これを受け取れ。貴様のためにこの私が作った菓子だ。ありがたく食すがいい。 ありがとうございます。いただきます。チョコレートでコーティングされたケーキ、すっげー。これはパティシエ顔負けの絶品だ。サオリはあっという間に食べ終えた。これ一番美味しいんちゃう、この中で。私に投票したのならそれでいい。貴様は賢明なようだな。よかった、罵倒されずに済んだ。ヴァレリア、どうしよう、これ誰が1位取んねやろ。やばいな、全員可能性あるんちゃう。投票してくれてありがとう。あなたの応援があれば100人力だわ。お礼のチョコを受け取って、今回はチョコ作りにもちょっと工夫を凝らしてみたの。怖いんですけど。見た限りは何の変哲もない美味しそうなチョコを受け取った。こっからなんかまた雷走るパターンかな、大丈夫かな。味も普通に美味しいと安心した途端、強烈な辛さが沙織の口の中に広がった。辛さで攻めてきた今年。ああごめんなさい、隠し味にピリ辛ペッパーを入れてみたけどこれは大失敗だったみたいで。隠し味なんてね、自信がない人使っちゃダメですからね。ちょっと、まあ、あんちゃんやから全然許しますけど、あ、ピコちゃんはもうねカフェをね運営してるぐらいやから絶対美味しいチョコをもらえるでしょ。私に投票してくれたんだ、ありがとう、超嬉しい。押してもらったからにはあげあげでいくよ。そんじゃお礼にこれあげる、ピコちゃん特製ラブリーレインボーチョコ、ウィー、召し上がれ。見た目はねちょっとデコリにデコった7色のチョコ、怖いんですけど、その場でかじりついた。でんあげー、口の中いっぱいにドリーミーな甘さが広がって、沙織のバイブスが上がった。イエイ、このまま1位まで全力爆走、上げて上げて上がりまくろうぜ、ウェイ。ピコちゃんも取りそうやな。どう、いやまあまあ、まあ、順当にいくとバージョン6に出てきた誰かが取る気がするけど、エルドナシンも固い人気がありそうですねこれね。まあ私に投票してくださるなんてなかなか見どころがある方ですわね。褒美を取らせましょう。チョコレートなるものはよくわからなくて、代わりに私の好物のおはぎを作りました。すごい、遠慮せずに受け取るといいのだわ。神様やし何でもありですね。ずっしりとした重さを感じるおはぎを受け取り、その場でかじりついた。まね、あの色は似てるよね、色はね。あんこの程よい甘さがほっとした気分にさせてくれる。サオリはお茶が欲しくなった。おはぎも美味しいもんね。お味はいかが。作り方は母様直々に教えていただいたので、まずいなんてことはありませんけれど。そうでしょうね、ありえませんけれど。はい、ほらそうだと思いますわ。おはぎ
でエルドナシンやからこそ許されるバレンタインに大ハーゲー。まあまあありですね、ありな気がしてきたわ。なんか投票ありがとうございました。あなたからの票を必ずや勝利に結びつけてみせます。さあこちらのチョコをどうぞ。審判の天使フェディーラ様との特訓の成果が出ていると思いますので期待できますよ。これは天使の羽をモチーフにした包み紙にくるまれたチョコを受け取りその場でかじりついた。すごいラッピングにもこだわっていただいて。まろやかな口当たりの後に上品な甘さが口いっぱいに広がる。沙織は天にも昇る気分になった。召されてしまう。あなたにいただいた票を無駄にするわけにはいきません。なんとしても上位に残りたいです。ゆうちゃんもな。いやでもさ、うわーこれは難しい厳しい戦いになりそうですね。ゆうちゃん、エルドナシン、ピコちゃん、ホンデ、あとレクタリス、この4人がバージョン6に出てきたメンバーで参加。この4人の誰かが多分ね順当にいくと1位取りそうな気がしますが、やっぱレクタが強いんじゃないかな。そんな気がいたします。私はどうでしょうね。いやでもな、いやでもエルドナシンとピコちゃんも各種族からのね、ね応援団が強そうな気がするし、うわいやこれ読めませんよ。これ最後の最後まで混戦状態なんじゃないかな、きっと。うわー今年は荒れそうですよこれ。いやもう何も言えなくなってきた。はい、というわけで、はい、ファリネさんが、はい、多分ゾウのチケットがもらえるんじゃないかな。はい、そうですね、ちょっとあんまり期間がないんですけど毎日投票しに行きたいと思います。そうね、やっぱりセラフィーちゃんとアンルシアには毎日票を投じたいですね。あっは悩むけどな。あれ、なんか券もらえなかったんですけど、ミローレさんのこれあれか、ちょっと待って、あ、初回報酬これさ、あの衣装、見た目の衣装をもらうにはさ、これクリアしないといけないんじゃないかな。そんな気がいたしますね。はい、スイーツゾーンから、あ、右手、あ、旅の扉からね、はい、行きたいと思います。はい、やってまいります。あ、魔女シュガーさんが、なんかあれ見たことあんな、あれお会いしたことあるような気がする。ちょっと待って、思い出せない。困りましたね。なんとかしたいところですが、今の私の力では。はい、なんか手伝えることありますか。あら、あなたは沙織ではありませんか。あなたもバレンタインのイベントを見るために来られたのですか。どこでお会いしたっけ、去年あったんやったっけ。残念なことに今問題が発生していてクイーンコンテストが開けない状態です。でももう見てきたけどね、すいませんね、脅迫状ね。まあそれは助かります。私一人では対処が難しそうでどうしようかと困っていたところです。脅迫状の内容はご存知ですね。メレンゲという魔獣、はい、かつての知り合い、今は国を治める立場の私ですが、若かりし頃は仲間とつるんでやんちゃをしていた時もありました。その時の仲間の一人が彼なのです。私が夫のパンプダディと出会い国を起こすと決めた頃から疎遠となりました。腕っぷしを自慢にしていた彼ですが、決して無法者というわけではなかったのに、なぜこんなことを。メレンゲを止めたいのですが、今の私にはそれだけの力がありません。ははは、私が何とかいたしますよ。彼を捕らえる良い方法があるので、あ、衣装をね、はい、もらえるということで了解です。はい、これで着替えたらいいのかな。違うな、シュガーポット、なんだ、あ、これに閉じ込めるってこと。捕獲の魔法がかけられたポットです。はい、倒すことができたら捕らえることができますと。了解です。で、衣装を着ると、あ、2種類あると。で、ダイナーズボン、ダイナースカート、スカートにしましょうかね。はい、受け取りました。おお、かわいいじゃないですか。あ、これは色変えたくなりますね。はい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 、 OK、 了解です。イーナミのガイド、はい、了解です。行ってきたいと思います。戦ってきます。その前に去年の、はい、優勝のメレアーデのコメントを読みたいと思います。時をかける王女メレアーデコメントを見る。はい、ねえ、信じてもいいのかしら。心から願えば望んだ未来に行けるって。うん、この未来は私の力ではなく、みんなの応援が導いてくれたものよね。本当に本当にありがとう。ジーンときました。メリアデちゃん、おめでとう。はい、でここに勝つのは誰なんでしょうか。やばい、マジで読めない。ほんでこれかわいいね。いやー、え、色変えなくてもかわいいね。ああ、まだちょっと楽しみが増えました。衣装を楽しみたいと思います。ここからは、はい、出てきました。メレンゲ
楽しそうやな。怒ってるわ。おめでたい見た目でございまして、はい、倒しました。よし、これでいいんですか。はい、シュガーポットにかけられた捕獲の魔法により小さくなってその中に吸い込まれていった。成功。はい、戻ります。はい、戻ってきましたので報告したいと思います。捕まえてきましたよ。返します。取り扱い注意ですよ。お手柄です、サオリー。それではメレンゲをポットから解放し大丈夫なんでしょうか。話を聞いてみるみたいですが、はい、出てきました。おお、ピンク、ピンク、はい、ピンクで、2人ともピンクで光ってますね。イエイ。くそー、なんてこった。あんたと同じ服を着ただけの替え玉にまんまとおびき出されたってわけか。同じ服かな。シュガーさん、よう、こうして会うのは久しぶりじゃねえか。メレンゲ、なぜバレンタインのイベント会場に脅迫状を送りつけるようなことをしたのです。ああ、そんなことは決まってる。あんたがクイーンコンテストやらでよくわからぬ連中にこびてゲスな票を集め順位を競わされることが許せなかったんだよ。だから脅迫状を出したのさ。実際には何もせんでもビビって中止になるとは思ったが、こんな手を使うとはな。あなたは2つ勘違いしています。まず1つ、私はコンテストの出場者としてここに来ているのではありません。高額のために息子を連れてイベントの視察に来ているのです。まあ半分は観光のようなものですけれど。そしてもう1つ、出場者の皆さんは決して媚びを売って票を得ようとしているわけではありません。人々の応援と期待をその身に受けて己の尊厳と意地をかけた年に一度の勝負に正々堂々挑んでいるのです。うん、そうかよ。俺様はあんたが票のためにチョコをばらまくんじゃねえかと思ってたんだ。あんたはよ、俺様の女神だったんだ。かぼちゃ頭の男が現れてからもそいつは変わったりはしなかったぜ。なのによ、バレンタインの時期が来てもあんたからギリチョコすらもらえなかったかぼちゃ頭にはやったんだろう。かぼちゃ頭っていうのはここのジャック君のことかな。俺様はそれが悔しくて悔しくてよ、ずっと悶々としていたものがとうとう爆発しちまったんだ。そのことですけど、どうでしたか。実は今まで夫にもチョコをあげたことはないのですが、ですがあなたが私からのチョコを欲しいというならこれを差し上げましょう。はい、ギリチョコゲットですか。よかったですね。子が欲しくて欲しくてたまらなくて暴れちゃったわけですか。おお、なんてこった。ついにシュガーからチョコをもらえた。嬉しい嬉しいぞ。友チョコだろうとなんだろうとチョコをもらえるってことがここまで嬉しいものだったとはよ。俺様はこんなに素晴らしいイベントをやめさせようとしちまったのか。俺様が悪かった。もう二度とこんなことはしねえと約束する。はい、一件落着。ありがとう。はい、さようなら。もう大丈夫でしょう。メレンゲがバレンタインに対して悪さをすることはないと思います。ミローレンに危険はなくなったと伝えてあげてくれませんか。了解です。これで衣装がもらえるはずです。ほい、解決いたしました。ちょっと待って、ジャックに話しかけるの忘れた。かぼちゃ頭あれあれって誰やったっけ。ちょっと待って、わかんないんですけどわかんないんですけど、はい、脅迫状の件はどうなりましたか。はい、解決しましたよ。それは素晴らしい。はい、クイーンコンテストはもう受けてきましたけれど、あ、衣装を借りられるようにしていただきました。ありがとうございます。はい、全部いただけるみたいなんで、またね、カラーリング楽しみたいと思います。これもかわいいね。なんかいろんなね、組み合わせもできそうな感じがいたします。これよし、はい、クリアいたしました。カラララララララッタッタン、イエイ。はい、あと像をもらえばいいのね。像は普通にもらえんのかな。限定交換屋さんに話しかければいいかな。はい、交換できますよ。3枚しかもらえません。はい、交換します。はい困る。まあね、毎年もらってるアンルシアとセラフィーはもらいましょう、今年もね。はい、どっちよっかな。レクタリスかピコちゃんかエルドナジンかな。レクタリスにします。まあちょっとサブでね、はい、ピコちゃんとかももらいたいと思います。よし、オッケー、これで全てを終えました。あ、ちょっと待って、あのジャックに話しかけましょうか。話しかけてなかったから、あれ、ちょっと待ってジャックいなくなっちゃってる。あー、どこ行った、あれはい、残念でした。
シュガーとジャックはもう消えてしまいました。どこで見たんやっけな、どっかであったよね、あの人たち。ちょっと分かる人コメント欄で教えてください。もうあかんわ、記憶力がざる。はい、では最後に像を飾って終わりたいと思います。さて飾りましょう。どこに飾ろう。庭でしたよね。いや、この辺にちょっと、あ、もう入り口にポンポンポンと置いてしまいますか。そうしましょう、そうしましょう。でかいでかい、かっこいい。はい、セラフィーちゃん。あー、これは、あー、かわいいポーズだ。これはこれはかわいいポーズ。ちょっと待って、とりあえず全員置くな。はい、あ、もうちょっと、あ、ちょっと待って待って、あーやばい、ちょっと待って、あー、これはこれはやば、わわわわわわ。とりあえずアンルシアがすごくでかい。これ台からちょっと降りてもらおうか、見切れるので。はいはい、置けました。かっこいい、かわいい。いやー、いいですね。あ、いやー、かっこいい。アンルシアかっこよすぎません、これ。どうしよう。で、レクタリスもかっこいいね、このポーズ。ちょっと待って、ゆうちゃんどんなポーズなんやろ。これはサブで確かめたいです。うわー、並べておきたいな、ゆうちゃんとレクタリス並べておきたいな。いやー、うわー、でもちょっと、うわー、あ、そっかそっか、ちょっと待って、ゆうちゃんとレクタリスを一緒にもらうべきやったか、サブで。で、ピコちゃんかエルドナシン。あ、ちょっと待って、エルドナシンとレクタリスも並べておきたくもあるな。うわー、まあしょうがない、しょうがない。でもこの図もすごくかっこいいって可愛いですね。はい、ちょっと1枚取っとく。いやー、セラフィンは可愛いね。安定の癒しです。うわー、というわけで、はい、今年もバレンタインイベント目いっぱい楽しみました。うわー、これはもう誰が優勝してもおかしくないっていうか、もう一番読めなくない、今回。どうなんでしょう。でもレクタリス取りそうな気がしますね。そんな気がしませんか。はい、というわけで、皆さんは誰に投票したのでしょうか。よかったらコメント欄に書き込んでみてください。楽しく読ませていただきます。結果発表ももちろんまた動画にしたいと思いますので、楽しみに待っていましょう。今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。